ブチプーチひなこ略してブチひな、ブチひな。ということで今回ひまホールフラットやっていきたいと思います。今回のステージこちら。お？これな、なに？デモっつうこれ、デモのマップこれもしかして。デモなの？これ完成品じゃないこのステージ。でもなんかちょっとね入ってみて面白そうだったんでやっていきたいと思います。はい。まあ、とりあえずスタート。はい。おすげえ桜降ってる。あ、顔なしいる。いいとこ。ほらほらこっち。千と千尋とかってことなのかな。なんだこれ。桜降ってるし千と千尋ではなさそう。あ、綺麗だねなんか。あ、待って、あ、映っちゃいけないのがいる。あっち向こう。あ、なんかすごい神々しいオノエモンがいる。オノエモンがいる。オノエモンがいない。あれなんかあんま映しちゃいけないからちょっと見ないとこあんまり。まあ関係はないからね私たち。あれとはすげえなんかガラスのステージみたいになってるな。ほっめっちゃ綺麗だね。あ、ちょっと全然ジャンプできなかった。これデモの説あるな、これ。デモステージ。デモステージ説ある。さすがに一発目から届かないはないっしょ。オノエモンがいるのはやっぱいっぱい。アナエモン？オノエ。あのヒューマンホールフラットはですね、あの基本はあの中国の方があの作ってて、いろんなキャラクターがね多分好きなんでしょうね。さっき知らないって言い方失礼かもだけど。あのまあ、強いて言うならば著作権は知らなそうな感じですよね。そう、概念がなさそう。よし、じゃあ行くぞ。ほい。うわ、これ結構ギリギリだな。結構届かないな。でも、もうなんか掴めりゃいけるみたいなとこあるからね。いけなくはないね。ほい。じゃあ、あいつの名前決める？ホリエモンにする一旦。いや、ホリエモンにも著作権あるからね。ホリエさんにもあるか。肖像権あるから。はい、ジャンプ。あ、もう一番下。ほっ。あ、やばい、落ちた。ほっ。おい。ほっ。届け。待って、届かないここ。ほっ、あー来た。ほっ、届け、頼む、あぶねー。よし、届いた。ジャンプして、ジャンプ、オッケー、ジャンプして、ジャンプ、はい、よしよし、行くぞ。ラスト1個。ほっ、おい、来た。天才です。ホリエモンにタッチと。ありがとう、セーブ。ホリエモンでセーブと。あぶねー。いや、見て、めっちゃ綺麗これ。ほら、あ、待って、分かった、フェスさん。え、坂道をこのトラッシュ缶で行くんだよ。トラッシュ缶っていうの、これゴミ箱じゃないの？ゴミ箱をトラッシュ缶っていうの。英語で？そう。なんで急に英語で言うの？二人で一緒に乗るか。オッケー。え、すごい、めっちゃ綺麗。なんか、あ、やばい、山ちゃん重い。はい、また入るから。やばい。おー、格好変だって。ひなこ、足どこにかけてんだこいつ。いけー。おー、すげーすげー、めっちゃ綺麗。ぐるぐるが。お、すごいすごいすごい。なんかなあれ。これ大丈夫？これ大丈夫？止まれる？これ止まれる？これ止まれる？ああ。いや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 。全然止まんねえじゃんこれ。そうだよな。あ、でこのさ、ホリエモン見て、ほらちょっとほらベルのところ白いから、これ偽物だから違うよこれ。いや、もうダメだよそれは。染まっちゃってるって思想が。ちょっともう一回やるか。なんか奥の方になんかぐるぐるあるね。ドンキホーテで売ってる謎のネックレスみたいな。ダッセーやつな。そう、よし行くぞ。レッツゴー。ちょ、次脱出しよう。うん、止まらないことが分かった。じゃあプッシュさんは脱出を試みて、私はこれであそこに通り抜けることを試みるわ。お、いいよ、やってみて。そろそろ行った方がいい、これ。うんうんうん、そろそろ行った方がいい多分。よし、じゃあここで、ここ。あ、待って待って、やめろ。あぶねえ、ホリエモン突っ切ったわ。脱出できんかったわ。あ、でもこれホリエモンじゃない。かわいいクマさん。次はなんだこれ。あ、これ橋かけるってことか。うん、そういうことだ。軽ーこの橋結構簡単にかけられそう。これ七夕の短冊みたいだね。なんか長すぎるけどな、この短冊。ひっくり返すの。いやいやいや、いいよ。埋まっちゃった。あ、これ結構むずいな。こっちをこう持って、こういうこと。あ、ついた。なんか若干上上げないとダメだな。こういうことだろう。あ、倒す系。はい、天才。おい、一個とか一個とか。危ない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 。これでももう一個持ってかなきゃいけないよこれ。そうだと思う。しょうがね、持ってくか。オッケー、いいよいいよいいよ。お、多分どうせもう一個必要だろうと思って持ってきてるよ。天才。あ、いけそういけそう。あ、どこどこどこに、どこにどこにそれかけてる。ちょ、今ちゃんと言ってなかった向きが。オッケー。すごい、なんかまた動物森のパンダみたいなのがいる。アライグマ？あれは何？あ、ウサギじゃね？ウサギ？アライグマじゃね？耳生えてないなんか。あ、ウサギっぽい。ウサギっぽい。あ、犬か。あ、もうかかってんじゃんそれ。あ、ほんとだ。近い近い。あ、簡単簡単。ウサギ
なんだあれは。ウサギだよ。ウサギ。あ、わかんない、なんだろう。ウサギって尻尾こんな長かったっけ。確かにまん丸だ。犬だよこれ多分。ワンコか。あ、本当だ。ワン、ワン、いや、え、次これ滑り台らしい。逆の滑り台だってこれ。こう行くんだ。え、あ、じゃあこっちから行こうかな。2種類、2個ある。登り台だ。うまいこと言うな。こう、こういうなんかおもちゃあるよね。何？トミカとか。あ、車走らせるやつか。めっちゃ好き。あ、じゃあこれ息余って飛び出さないようにね、これ。あ、やばい。もうちょっとガードレールさ、高くないと。落ちる。怖い、これ。これ継ぎはぎな感じがちょっとなんか難しい。で、楽しいかもこれ結構、うん、ちょっと楽しいけど落とそうとしてくるような感じが。あー落ちたな。くっそ。滑るっていうよりちょっと歩いていった方がいいかもな、これね。歩こう、歩き台にしよう。だから虹かかってたんだあそこ、めっちゃ綺麗。今気づいたの？今気づいた。お前なんか多分特定のものしか目に入らないタイプだよね。俺自分の興味あるものしか見ない脳みそだからね。でも人間の脳ってそういう作りしてるらしいよ。え、そうなの？うん。あ、じゃあ私基本興味津々なのかもな、なんでも。待って、分かった、そこ途切れてたんだ私の道。そりゃ落ちるわ。よし、俺ショートカットすることにした。よし、これでひなこちゃんの霊にたどり着いた。ここ、え、いるってこと？後ろに、今真後ろにいてよ。あー、いたいた。あそこぐる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 のコーナーじゃん。待って、出ちゃう、外に。ちょっと待って。あ、だめ、ここ怖いな、ここのぐるぐるゾーン。めっちゃ怖いよねこれ。あ、落ちた。さあ行きます、ひなこ様の登場です。どうしたとこに床があったから先についとった。よかったよかった。お、パンダの次。はい、かわいいパンダ。いや、あれだね、もうあなんだっけ、ホリエモンは出てこないね多分これね。いや、でもなんかさっき後ろ姿のホリエモンいたから、どっかのステージで出てくるんだよな絶対。あ、確かにこっちの方にいた気がする。よし、とりあえず行ってみるか。うん、これなんだろう、これ。あ、これギリギリや。あ、滑る系だ。うえーい、てってるってーって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 、これちょっと進んでんのかなこれ。これ滑って、私進んでるこれ。あ、進んでる、あぶれ、おい。はい、ジャンプ。あ、出た、このいつも下手。あ、待って、ここやばい。はい、あぶれ。いけた？いけた。よし、もう一回登って、はい、またスピードつけて。どこにいるの、ブースさん？休憩ポイントがある。止まれ、止まれ、お前。危ねえ、お前勢いつけすぎやって。危ない。さあ次こっちだよ、こっち。危ねえ、距離あるよ、気をつけて。このホリエモンの元に。お、でっかーのホリエモン。ほんとだ、なんかでかいね。それがスタート地点から見えたところか。多分そうやね、ここが。ほい、ホリエさーん、危なっ。おー、危な。早くセーブを。オッケー。あー、危ねえ、でかんこれ。これ偽物だよ、これ。だって2センチ浮いてないもん、これ。ほら2ミリね。あ、2ミリか。2センチ浮いとったらだいぶすごいな。なんだこれ、これ翻訳してみっか。うん、なんか日本語のようで日本語じゃないんだね、なんか中国語って。知らない感じあるよね。壁登り運動だって、これ。よじ登れって。自力で。そうか。よし、わー大変だこれ。モンキーしろってことね。わー、これ結構だるいな。はい、あの全然低いわ。この壁登りをあのギミックとして使うのなかなかないよね。私はだいたいプッシュさんが先に登るって分かってるから。ずるあいつ。いや、やっと顔のところぐらいまで来て、これ半分ぐらいじゃないか。あ、頭の上まで来た。見えてきたぞ、てっぺんが。ちょっとここいらで外の風景を。あ、ダメだ、ドラえもんいる。ダメだ、ドラえもんじゃない、ホリエモン。ホリエモンです、ホリエモン。今言っちゃったよ、今。多分ホリエさんは許してくれるけど、そっちは許してくれないよ。いや、厳しいな。スモールライトされる、多分。怖いけど、スモールライトされんのか。やだな、ごめんなさい、許してください。モザイクかけるんで。ちょっと待って、さすがに休憩一回。休憩絶対入れた方がいい、手言いたくなってくるもん。今の飲めないんだけど。ずっと手で押してないといけないもんな。あ、待って、ゴール、もうゴール、もう上じゃん。よし、いける、あとちょっと。はい、おお、来たー、ナイス、セーブセーブ。あー、この壁をよく頑張った。クリスタルがある、オッケー、セーブ。でもじゃあ大変だったら来てもいいよ、こっち。いや、もうね、ここまでやっていくはちょっとね、泣いちゃうよ逆に。上までやらせてください、せめて。オッケー、ちょっと俺休憩するわ。よし、頑張れ、いいの。じゃあ、あとちょっとだ。頑張れ、自分。
やっぱ腹絶対邪魔してんだよな。でもめり込んどるもん、なんか壁に。これ明日筋肉痛だな。私指今やばいな、やめようかな。ちょっと痛すぎるな。ここまで来てやめるの右手のなんか親指の付け根がバカつった。めっちゃ痛い手。ちょっと笑わせないでよ。あー、またちょっとだよ。見えてきた、プシさんの頭が。こう、こうして、こうして、こう。あとちょっと、上がってこい。だいぶ高くつかめるようになってきた。もう目と鼻と耳と足首の先。足首はだいぶ遠いな。あとちょっと、いけー。指開こう。感動的なんだけど、一人で。あと2回ぐらいでいけそう。はい。は、来い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 。は、来た。よいしょ。やっと来れた。嬉しいよ。まあでもなんかちょっとさ、うん、こうやって頑張って登ってみる夕日、さすがに綺麗。なんか登頂した富士山みたいな。夕日のタイミングで登頂したら下山間に合わないで。よし行くか。道ないけど。え、これまさか桜の木掴んで行け的な。あ、なんか、あ、なんか床あるわ。あ、普通に桜の木の間床だわ。ああ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 、滑って飛んで出てっちゃった。スピード強すぎて。普通に床だったわ、何にもない、ただの床。このマップなんか全体的にちょっとエモいっていうか、なんか綺麗さあるよね。なんかエロくねえわ、エモいね。エモいはやめるよ。でも大丈夫それ。ばばばば、絶対やばい。ねえ、やばねえ。何これ、急に近未来になったよ。何、汽車。あ、これサムネのところだ。そう、これどっから行けばいいんだこれ。じゃあ汽車じゃない。あ、これ上乗るってことじゃない、この上こう登ってから。あ、傘、傘登って。あ、このぐるぐるマン。風車ぐるぐるマンって風車。ぐるぐるしてる女性じゃん。ぐるぐるマンやったらマンは男ね。あ、マンは男か。ウーマンか、女性は。あれ、これでこっから行くってことか。合ってる、こっからで。あ、そういうことだ。ここで合ってる。あれ、でもぐるぐるマン動いてないし。透明だった。お、でも回る。あ、自分で回していけってこと。限界ない、それ。え、どういうことだこれ。え、あの汽車の中じゃないの。中、中は通れなかったっけ。通れないか。行ってみる、これ翻訳してみるよこれ。うん。新しく追加されたレベル、修正すべきバグメッセージがあります。そんなに言ってるかわからんわ。まあとりあえず行ってみるか。その窓から出ればいいんでしょ、要は。え、そういうこと。あ、そっちから行けそう、逆に。だからなんかゴール今見えた気がする。あとちょっとじゃん。 あるね、ゴール。なんか変な筒みたいなのがゴールだ。よしよし、あとちょっとだ。あ、これでこっちの左からこう電車を伝っていけってことかな。あ、いいじゃんいいじゃん、そうしよう。ヒューマンは行ければ何でもいいからね。いや、ほんとそれ。やっちゃった。おい、何してる今。正しいルートかマジで分からんけど。いけそういけそう。でもなんか窓こんなに大きく開いてるから合ってる気がする。あだ、あ、落ちてった。滑った、なんか。あ、分かった、この窓に一旦登って、あの小窓から出ればめっちゃ楽な説あるな。頭いい。小窓から行ってみよう。あ、でもな、小窓から行けそう。ひなこなんか積んだ。え、どこに。決して登れないところ。あ、待って、上来た、機関車の上来た。ね、見てよ、ほら、ブスター。どこにいんの、お前。あー、もう最悪。よし、あ、いけるいける、小窓からいける。多分小窓が多分ルートっぽいよ、これ。絶対そうだよね。うん。これなんかもうちょっとちゃんと道整備してほしいな、これ。うわ、ここなんか2個目のなんか登るとこなんかちょっと挙動おかしいから気をつけて。え、2個目なんか透明な壁がつかめて、なんか壁が若干あって、なんか変な感じになってる。もう何回モンキーするのこのマップ。頑張って自分。あ、いけたいけたいけた。今じゃあ任して、俺多分いけるゴールまで。私やっと小窓つきそう。頑張るよ俺。よし、オッケー。あ、これうまく、これ登んないで、これ横から行けばよかったな。ついに先頭車両の方まで来た。お、ほんとだ、先頭の小窓に来たよ。はい、オッケー、よし。お、オプノ。あ、レオちゃんセーブする、して。オッケー、おい、来たぞ、地球だ。ありがとう地球。いや、俺にありがとう言えよ。マジで言うか、マジで言うか。ほっ。でもちょっと諦めずに頑張っていく気はある。あ、来てる来てる来てる。もうそこら辺なんかもう横をね、行った、横。ほっ、そう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 。ほっ、よいしょよいしょ、いけてるいけてる。
おい、ナイス。あとは真ん中これで、ま、丸入って右の方がいいよ、右この穴に入って、あーい、そう、気をつけて、段差めっちゃ高いから。最終関門行くぞ、ひなこ、ジャンプだ。おぶねー、あぶねー、取れた。本当だ、地球だ。ありがとう、地球。どういたしまして僕、地球です。出てきた、なんかよし、あ、もう目の前、ほら、あそこゴールよ、ほら。サムネんとこだ、これが。あれ、これがサムネんとこか。これがサムネんとこで、だって、なんかバイク飛んでた記憶あるもん。よし、行くぞ。落ちそう、これ。さあ、あと一息。落ちてないね、でも。と。あれ、距離そんなにないかも。ほんとだ、意外と届く。ちょっと待ってよ。なになになに、届かなかったんだけど。でも、いける、いける。あ、よしよしよし。あ、ルービックキューブがあるね。ほんとだ。なあれ。はい。よし、来た。いや、いい景色。はい、あ、ちょっと、やった。最悪、もうやんない、もうやんない。じゃあセーブするよ。セーブして。コーラある。本当だ。よし、行くぞ。これも普通に、あ、滑る感じか、これ。これジャンプじゃね、これ。え、どこの。そう、あ、全然大丈夫、わかんない。あれ、これどっち。ジャンプ。あ、全然平気。え、なに、どこ、どこ、どこ行けばいいの、これ。どこに行くの、これ。出口、ここ、ここ行けばいいのかな。行ってみる。え、行ってみよう。 あ、行ってみるか。はいはい。ひゅー、え、ん、あ、ま、ま、ん、あ、ん、あ、違う、間違えた、なんか。もう一回行ってみようか。僕、あれじゃない、あの、反対側か、ワンちゃん。あ、向こうか。どこなんだ、これ、ゴール。こ、そっち、こっち、なんかある。コーラがある。え、てか、なんか、まだ、なんか、まだ、なんか、あるよ、なんか。全然あるんだけど。これ、だって、ゴールじゃない、これ。あ、騙されたんだ。あ、これ、ゴールが近いよってことじゃない。進んだ、進んだ。先に、なんか奥にね、今一瞬ねレッドカーペットみたいのが見えたから、なんかそこがゴールな気がする。エンペースもいる？落ちた。セーブする？セーブして。オッケー、今行くぜ。すごー、飛んでった。この灯台に入るのかな、多分。これとりあえず登ればいいのか。今登ってみてる。え、なんかすごい高いんだけど、どこまで行くの。だいぶ登ってるよ、今。こんな長い灯台、生まれて初めてじゃないかも。灯台入る機会って生まれてからそんなにあるっけ、そもそも。いや、あと遅い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 、突っかかってる突っかかってる。なにこれ。あ、え、え、え、扇風機。あ、なレバーあるよ。やってみる。うん、引いてみて。あれ、な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 に、なんか灯台のランプつけただけ。照らされた。ちょっとよくわかんないわ。明かりが光り出した。ただそれだけか。あ、すごい、なんか斜めってる灯台が。上折れちゃったのかな、半分。え、もっと長かったってこと。そういうことじゃない。スカイツリーみたいだった。上折れちゃって途中にランプつけたのか。よし、これで、あ、バイクがあるね、これ。あ、これバイクセーブだった。こうで、こう、やめて、怖い。あ、すげえ、コーラの缶の上行くんだ、これ。あー、え、何落ち。これ透明だ、1個。ちなみに2番目は一番左だった、透明じゃないの。あれ、その次も落ちた。ああ、床だ。でも一番左、これ当たり判定な。ああ、あるあるある、分かった。これ、こう掴んでこうやってやれば、あ、これ透明っすね、ほら。ってことはこれ斜めかな、多分。左とか、ああ、一旦端っこまで行くとか。ああ、ほら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 、掴める、ほら。ほんとだ。待って、一旦じゃあここをちょっと触ってみるよ。うん、あ、ほら透明だ、ここ。ってことはこっちか、また。あ、ここも透明っすね。こっちか。ほい、あ、こっち行けるよ、これ。うん、そうだね。どこにいんの。登れなくなっちゃって。わかったわかったわかった、助けてあげるって。しょうがないな。あ、はい。お前お前もうやめる。うん、もうわかったから最初からやった方が早いかも。うん、はい、まあだから端っこで2列目が一番奥まで行って、こっち。え、なんか待って、ジャンプする時の私の足かわいい、後ろにピョーンって。ほら。かわいい。で、あとはどっちかだよな。あ、前も行けた気がする。あ、マジ、ほんとだ。このまま前であってほしい。あ、透明だ。いや、だからこっちは絶対正解だね。いや、わかんない、危ねー。また端っこじゃねえ、これどうせ。あ、透明。じゃあこっちも正解だ。あ、そこかもね、ワンちゃん引っ掛けで、そこかも。透明だ。あ、じゃあこっちじゃん。そんな単純？あ、こっちだ。ね。っていう感じでいくと俺も行っちゃうね。あー！ってことは前だね。オッケー。やったー！
これだ。ありがとうプッチ。最後だけ引っ掛けてくるパターンか、なかなか珍しいな。よし、これでこっち行って、こっち行って、こう行って、はい、甘いだよ。あ、そっか。しょうがないな、もう。あ、ここなんかセーブ本だな。なんか関係してんのかな、ドラえもんから始まり本。のび太の机の中、タイムマシーン。ああ、なんかそういうことなのかもしれない、もしかしたら。あ、これ船だ、次。あ、乗ればいいのね。船系大好き。楽しいよね。船もなんか鏡なんだけど、これ下。え、綺麗。重っ、この船。あ、はい、あ、よし、行こう。出発。あ、乗れてない人、1名います。じゃあ、乗れてる、乗れてる。よいしょ。あ、回転した、回転した。危ない、危ない。行け行け行け、このまま行け。遅いな。二人でダブルパワーで行こう。行け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 。今度焚き火だなんかあるの。本当だ。あとなんかレッドカーペットあるね。あそこゴール臭くね。おい、来たい。よいしょ。ポケモンの技のなんかイラストでありそう、この。確かに。あ、なんだこれ。あ、でも落ちるパターンな気がするな、これは。落ちてる？落ちてる。やばい、急げ。そんなになんかすぐ落ちてないね。余裕。オッケー。じゃあ私も行きます。ほい。なんかちょっと遅い気がする、自分。ほい。お前最低、本当に。お前最低、マジで。あいつ嫌い。だから嫌いなんだよ、お前のこと。セーブポイント押してあげるよ。これ行けるもん、自分で。お前最悪だな、セーブポイントまで押してラストチャンスにしやがって、あいつ。あね、プチヒナフレンズで一番せっかく終わってんね、100こいつだからね。そうかな。お前一番やってるから、そういう最悪なこと。ほい。おい、ナイス。よかったね。これ来れなかったら半殺しだったよ。あれ、これあっちまで、あとは飛んでけばゴールってことだ。あ、そうだ。乗っていいぞ。飛ばしてもらおう。レッツゴー。よっしゃ、楽しみ。ふぅ、待って、無理な気がする。全然届かないんだけど。前に出して限界まで巻いて、これで限界まで巻いて、一旦これでいくよ。はい、よいしょ。どうよ。ちょだって、お前重い説あるよこれ。俺言ってみるよこれ。よし、でこれをもうちょっとマジギリギリぐらいまで前に出して、オッケー。オッケー、行くよ。オッケー、せーの、はい、いけー。あれー、私のせいじゃなかった、よかった。これさ、これ届かないんじゃない、これ。でもなんかギリ、あとちょっと臭い雰囲気あったんだよ。どこまでこれ前進められるか。あれ、落ちました。やったやったじゃねえよ。おい、終わってない、終わってない。おい、最悪。なんで最後の最後でゲーム落ちんだよ、マジでよ。きっとあのレッドカーペットの先は100ゴールだった。もうあれ以上道はなかった。ゴールですよ、もう。はい、ところで、無念、もうゴール一歩どころか、もうなんかゴールのライン踏んでる時に終わるっていうね。最悪だ。落ちましたね。まあ、ヒューマン、こういうことがあるんで、また次回ね、こういうことがないようにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。また祝い、バイバイ。バイバイ。